サバイバルゲームに興じる人々ロシアのプレイヤーたちサバイバルゲームとは主にエアソフトガンと BB 弾を使って行うおおむね20世紀以降の銃器を用いた戦闘をカタギす日本発祥の遊びあるいは競技である英語ではエアソフトと呼ばれアメリカ合衆国発祥のペイントボールと並び銃器型の道具を用いる遊びや競技として楽しまれる 敵味方に分かれて、お互いを撃ち合い、弾に当たったら、失格となるのが、基本的なルールとなる。ペイントボールが、圧っ空気の力で発射される、塗料入りの弾を用いるのに対し、サバイバルゲームは、BB 弾を発射する、エアソフトガンを使用するため、競技者の失格が、自己申告性、主に自重を申した用具が使用されるという違いがある。 統一されたルールは存在せず、グループや大会、フィールドごとに、ルールは異なる。サバイバルゲームにおけるルールは、一般的に、レギュレーションと呼ばれるので、以降の表記は、レギュレーションに統一する。1970年代に、鼓団が発射できる、遊戯銃が発売され、それを使用した戦争ごっこのような遊びがルーツと、考えられる。 1980年代前半に日本の重機専門誌においてアメリカのペイントボールが紹介されたが炭酸ガスをパワーソースとする当時の海外のペイントガンは日本では認められていない高圧ガスを使用していたため当時はつづみ弾を使用したエアソフトガンによるサバイバルゲームが広まっていった。 BB 弾1982年12月に、マルゼンから 6mm 系のプラスチック BB 弾を使ったコッキング式のエアソフトガン、KG9 が発売されると、ファルコン遠いからハイ、サヤギミックのついた H&KMP5SD3、MGC から、マガジン内に圧縮空気を貯めるベレッタ M93R、マルシンの M1 カービンなどに次々と採用された。 さらにガスガンである JAC の BV 式、ガスガン、国際 M16、ウエスタンアームズ AR-7 などにも採用され、サバイバルゲームで広く使用されるようになった。BB 弾の普及により、サバイバルゲームでのエアソフトガンの利便性が向上した。東京丸イ製の AK-47 の電動ガン1991年に、東京丸イから銃本体に内蔵した。 日カドバッテリーを動力源とする電動ガンが発売され、勘弁であったことなどから普及した。その後、パワーを上げずに飛距離を延長できるホップアップ機能が追加されると、1990年代中期にはガスタンクなどを必要とするガスガンは影を潜め、1990年代後期には電動ガンがサバイバルゲームの主流となり、競技人口も増え、 サバイバルゲーム専門のフィールドも出現している。また、この頃になると、1J ルールと呼ばれるレギュレーションが、アームズマガジンなどによって普及され、一般的となった。過度のパワーアップは怪我の危険性もあり、サバイバルゲームの愛好家の間では、下火となった。カスタムパーツを製造するメーカーも1から2、ジュール程度のパワーアップに関するパーツの製造は、行われていたものの、 全体を通してみれば、ドレスアップを中心としたものに移行していったと言える。2000年代半ばに極端にパワーを上げたエアソフトガンによる事件が頻発するようになると、これを受けて2006年3月に改正銃投法が施行された。当時、ボルトアクションライフルタイプのエアソフトガンや狙撃銃スタイルのエアソフトガンは独自のレギュレーションによって、 パワーの面で若干優遇されることが多く、これは連射の効かないスナイパーライフルの不利を射程の長さで埋めることが目的であったが、銃刀法改正以後はそうした優遇措置を行うことができなくなった。結果、廃イ,イと呼ばれる発射速度を向上させた電動ガンを生み出す要因となった。サバイバルゲームでのエアソフトガンのパワーは規制値以下というのが、 標準レギュレーションとなり、安全性が向上したと言える。サバイバルゲームの現場では法を犯すことのないよう、0.9J 程度パワーの上限としているところがほとんどである。2010年代になると、サバイバルゲームを扱った漫画やアニメ、ウェブ特集などメディアへの露出が増え、ゲーム人口は飛躍的に増加した。サバイバルゲームを専門とするユーチューバーが、 地上波放送で紹介されたことからも、その人気の高まりが伺える。一方で、ゲーム人口の増加に伴い、過失事故やマナー違反も増えている。例えば、フェースガードの着用を義務付けないフィールドが多いため、誤って、BB 弾が当たって、歯が折れる事故が多発している。また、一般的な有料フィールドでは、 いかなる事故でも参加者が責任を負うことに同様求められる。そのため、フィールド参加者の安全確保は管理者の指導やレギュレーション次第であり、問題となっている。サバイバルゲームをスポーツと比較し、レギュレーションに則っ,って行うため怪我は自己責任とする意見もあるが、統一されたレギュレーションが存在しないという点で、サバイバルゲームはスポーツと異なる。なお、 重大な事故が発生した場合は、面積事故への同意に関わらず、フィールドの管理者が安全配慮義務違反や、控除領属違反に問われる可能性が高い。以上の問題の原因の一つとしては、2019年現在において、自主規制団体や、指導団体が存在しないことが挙げられる。サバイバルゲーム施設がなかった時代は、私有地や河川敷などで、使用許可を得て、 ゲームを行っていた。中には許可を得ずゲームを実施し、近隣住民から警察に通報されるなどの事態も参見される。サバイバルゲーム人口の増加に伴い、多くの有料サバイバルゲーム施設が存在している。多くのフィールドは有料で、フィールドごとのレギュレーションが存在しており、遵守できない場合は退場処分を受けるほか、 法令違反の場合は告発される場合もある。主に撃ち合うための銃と、その弾丸による負傷を防止するためのゴーグルを、はじめプロテクターやグローブを基本とする。靴については、三夜を駆け回ることから動きやすい、トレッキングシューズか、軍用のブーツ等が多く使われる。競技中の人物、迷彩服、トレッキングブーツを着用し、予備弾層を傾向している。 眼球に BB 弾が直撃すれば失明する恐れがあるため、死者などのエアガン利用時には、ゴーグルやシューティンググラスなどの保護具着用が推奨となっている。本番のゲームでは、参加条件として保護具の装着が必須となっておりこれがなければ、参加自体が不可となってしまう。極端に言えば、銃や衣装は必須ではないが、ゴーグルなしの参加は NG である。 また安全のためフィールド内にいる限りいかなる状況でもゴーグルは外してはならない。それはゲーム開始前後の移動中も含まれ、さらにゲーム中ゴーグル内が曇った時に周辺確認や曇り取りのためにゴーグルを外すことはもってのほかである。特にフィールド内で故意にゴーグルを外した状態でプレイをしていた場合は基本的に退場処分となり、他にも 半永久的に出入り禁止などの厳しい処分が下される場合が多い。ゴーグルはサバイバルゲーム用に設計、販売されたものを使用し、通常の視力矯正用やファッション用、その他のスポーツ用のゴーグルは NG である。なぜなら、皮膚と密着しないメガネは、隙間から玉が入って、目に被弾する危険があることと、また密着するタイプでも強度がない場合レンズ等が、 壊れてしまいやすいためである。また性質上メガネ着用を考慮していない製品も多いため、視力補正が必要な場合は、コンタクトレンズを使用するかメガネ着用に対応したゴーグルを使用する。以上の通りゴーグルは必須装備のためフィールドがレンタル品を用意していることが多いが、サイズは元よりメガネ対応か否かはその場にならないと、わからない。 そのためメガネが必須の場合は対応したゴーグルをあらかじめ購入しておくと安心して参加することができる。第二次世界大戦時のドイツ国防軍の装備を模倣しているイギリス人チーム。手前のプレイヤーが使用している銃はシグ550ないしはシグ551外のある程度フィールドに依存するがおよそゴーグル必須以外の細かな規定は衣服の規定はない。 しかし、ゲームの性質上至近距離で被弾した場合に打ち、出血等の怪我を負う場合もあり、また、植物の枝葉などによる切り傷、点灯時の擦り傷軽減なども考慮して、長袖長ズボンや、指先まで覆える、グローブ、帽子、または、ヘルメット、フェイスガード等の防具の着用が推奨される場合も、ある。また一種のコスプレ要素として自衛隊や、 旧日本軍など現在、過去を含めた、実在の軍事組織や特殊部隊、漫画や、ゲームなどに登場する架空の軍隊、軍事組織などの兵士を模した、衣装、装備を身につけるプレイヤーも多い。このために戦闘服に、帽子やヘルメット、ブーツなどの実物払い下げ品や放出品、レプリカ品を装備している。またゲーム構成として、 全員で統一したコスチュームを着用し、ゲームを行うこともある。詳細は口述のヒストリカルゲームを参照。その他にも、断層ポーチや、ダンプポーチなどの収納具が有用である。物陰に隠れて、敵を狙う、プレイヤー被弾によって、失格になることは死亡とも呼ばれる。失格となった参加者は、 ゲームの行われているフィールドから出て、速やかにセーフティゾーンへ移動しなくてはならない。失格状態のプレイヤーは、フィールド内で存在していないと扱われるため、移動するときに仲間に情報を与えたり、装備や余った玉などを譲ることはできない。レギュレーションではないが、マナーとして周囲に気を配ることが推奨される。公式レギュレーションがないため、 参加者や状況によって、多様な条件が設定されたゲームを行っている。一見して、敵味方の識別が困難なため、マーカーと呼ばれる色付きの布、テープ類を腕に巻くなどして、敵味方の識別が可能な状態で行われる。チームに分かれ、互いに陣地を決め、旗を掲げる。その旗の付近からスタートの合図で動き出す。敵の陣地にある旗に触れるか、 旗周辺に設置されたブザーを鳴らすことで勝利となる。制限時間内に、どちらのチームも、条件を満たせない場合は、引き分けとなる派生として、キャプチャーザフラッグや、ドミネーション等、特殊ルールも該当する。その他、リアルカウント戦、使用する、エアソフトガンを指定したルールなど、多種多様のゲームが存在する。同じ趣味の者同士が集まりチームを組むことが多い。 大きいものでは100人を超す規模となる。チームに属さずにフィールドやエアガンショップの開催する定例ゲームに個人参加するプレイヤーもいる。ペイントボールと同様プラスチックを利用したエアガンも軍事協連に利用される。安全性と射程の両立が難しいため野戦ではなく紫外線などのごく近距離の模擬戦に使用される。陸上自衛隊では 兵書戦闘訓練用教材として89式 5.56mm、小銃型の東京丸イ電動ガンを採用している。またこの89式小銃は、実際に、東京丸イ社から発売されているが、訓練用と一般販売向けは若干ではあるが、商品の仕様が違う。サバイバルゲームは、アジア諸国に伝播して愛好者を増やし、その後は、 北米やヨーロッパにおいてもエアソフト王という名前で、ペイントボールとは別の魅力を持つ遊びとして広がっており、YouTube などの動画サイトで検索すると海外でのゲームの様子を記録した動画を多数見ることができる。ありがとうございます。